それでは自己紹介をまずお願いします。2年生の受付愛理です。2年生の昼間彩音です。ほんわかした楽しいクラブという感じもねしっかり出た、そんな素晴らしい演奏だったかなと思いますが、歌い終えていかがですか。まあ、なんかもう結構前からずっと練習してきたので、なんか出だしとか難しいところもあったんですけど、みんなで頑張って練習して今日も本番迎えて嬉しいです。バッチリでしたかね。バッチリです。バッチリ良かったです。昼間さんは歌い終えていかがでしたか。もう完璧にみんなできたと思うんで、もう大丈夫です。もうご自身たちが言うんだったらもう完璧ですね。それはね。さあ、ということでお二人、このクラブに入るきっかけはどうしてなのかちょっと教えてもらおうかなと思いますけれども、受付さんは入った理由は何かありますか。クラブ紹介の時に、1年生の時にクラブ紹介あって、その時にもともと美術部に入ろうと思ってたんですけど、コーラス部の紹介の時にもう 2,3 年生の歌声がすごく綺麗で、その歌声に一目惚れして、そこでコーラス部に入ろうと思いました。入ってもう1年生後輩も入ってますよね。どうですか、そんな先輩に慣れてますか。なんかもうみんなで楽しいので、結構自分としても満足できてる先輩だと思います。よかったです。昼間さんは入った理由、きっかけは何かあったんですか。受付さんと同じく前の 2,3 年生がマジで本当に綺麗な声で感動したんで入りました。そんな先輩に今のところ慣れてそうですかね。これから頑張りますこれから頑張る。いやでも1年生もねしっかりついてきて素晴らしいチームワーク見せていただきました。泉佐野市立日根野中学校のお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。